国際会議にご参加の皆様、こんにちは。熊本市長の大西和文です。2018年8月に開催をされました国際灌漑排水委員会におきまして、白川流域灌漑用水群が世界灌漑施設遺産として登録をいただきました。心から感謝を申し上げます。また2016年4月に発生をいたしました熊本地震では、国内そして海外からたくさんのご支援をいただき、そして今現在復旧復興に取り組んでいるところです。この場をお借りしまして、改めて皆様方からのご支援に心から感謝を申し上げたいというふうに思います。本当にありがとうございます。さて、世界最大のカルデラ火山を持ちますこの阿蘇山から、有明海まで、流れる白川は、豊かなこの地下水を育み、そして農地を潤し、季節の農産物を我々にもたらしてくれます。今皆さんにご覧をいただいております、農作物は、みかん、ナス、スイカ、メロン、その他本当にごく一部でありますけれども、我々はこの白川流域の灌漑用水群はもちろんのこと、この農業に欠かせない水を守って、そして豊かなこうした実りをですね、得られるようにこれからも努力してまいります。ぜひ皆さんには熊本にお越しいただき、そしてこれらの豊かな農産物をですね、味わっていただいたり、あるいはこの水環境に恵まれたこの熊本をですね、ぜひ楽しんでいただきたいというふうに考えております。皆様のお越しを心から歓迎をしたいというふうに思っております。最後になりますけれども、本日お集まりの皆様方のますますのご健勝ご活躍、心からお祈りをいたしまして、私からのメッセージとさせていただきます。本日は誠にありがとうございました。